また剥離そうです。じゃあそろそろジャマイカからゲスト。ちょっとあの変装タイムがね。その時に俺引けてればいいじゃないの。確かになかなか気が付かなくて申し訳ないですね。じゃあなんか引いて待ってましょうか。はい、引いてください。やりますか、いいですよ、もうこんなの先生やるの。俺やっとくからさ。いいよ、いいよ、やっとくから、いいって言ってんじゃんよ。じゃあ、堀内さん、引いてみますよ、なんか。え、いや、先生、着替えあるんだから、行ってみますよ。え、じゃあ、着替え、こう、かぶるだけです。あ、そうですか。皆さん、知ってると思うんですけどね、もうね。もう、見え見えな手品をしてるんですよ。普通、あの堀内さんの、今日、ジャマイカからゲストが来ていますっていう、あっちの方出てくるんですけど、今日ね、スペシャルで今日段取りは何もないですからね。生もうちょっと前から相談してくれたらよかったですね。ね、はい、じゃあもうこの場でやっていただきましょう。皆さん生着替えて生変装でございます。このあのズラもですね、もう最近売ってないんですよ。17、18年使ってるので、もうこの還暦のライブを機に引退しようかなという。このズラね、これズラ。新しいズラですか。新しいズラ。ズラは見つかんないんですよ。売ってないですよね、今。売ってないですよ。うん、ね、もうこういうのはもう金融品なんですかね、そうそうね。金融品。職務質問されちゃう。捕まった銃とかいますからね、最近ね。サングラス取れたところで見られるかし。やっぱ結構単独大変じゃないですか。似合いますよね、そのズラね。でもはい、カルロス・ヤルッチ。やっとジャマイカから到着しました。ここから始めた方が良かったかもしれないけどね。それでもう堀尾さんとね、長くこうやってやらせていただいてますが、水源の堀尾さんとのステージではこれがお約束になっております。いまだかつて水源のメンバーで堀尾さんに捧げる曲を作ったのは僕しかいないでしょうか。あ、そうなんですかね。ありがとうございます。 あんまりいないと思いますね。堀尾さんと先に述べましたお泊まりごっこをしていた時に、帰りにね、堀尾さんからピックをもらったんですけどね。でそれをなんかどっか置き忘れてきちゃって、電車の中でこうポケット見たらピックがないんですよ。なんだよな、置いてきちゃったよなと思ってながら、まあいいかと思うとね、まあいいか、うん、堀尾さん、まあいいか、堀じゃまあいいか、なんですかね。電車の中でね、あのサビができたんですけどね、堀じゃまあいいかっていうね、サビが。で、後で家に帰ってから、ちょっといろいろと曲つけまして、堀じゃまあいいか、正式名は、聖なるジャマイカなんですけどね、裏タイトルが、ポリジャマイカというね、ことになっております。よし、身長どうしたっけ。身長はい、皆様、ぜひですね、サビが分かりやすいのでご唱和の方よろしくお願いします。Nobody was waiting by your side.
ない。まあいいか。Thank you.
ません、堀ちゃんまいて、じゃあカルロス・ヤブッチ、締めのパターンはあるんじゃないかな。